も母も中国の土になってるんです。だけどいつもね、ニャンジャは中国です、解放軍ですっていうの。6年生ぐらいまではね、日本にいた時はまあ貯金をしなさいって強制的にね、お金が国庫に入ればほら軍備ができるから。姉も私と10歳違うんですけどね、あれです、もう娘盛りでパーマもかけたいんだけどかけられないしね。で私が毛糸のセーターを姉に作ってもらって学校に来てったら、あんたは敵だ、そんな新しいけど毛糸で編んだセーター着てたら敵だなんてね、いじめられたりね、そんな時代だったんですよ。終戦になったらね、昔から満州には貴族がいっぱいいたのに、山にこもって悪さする、そういう人たちがね、お前たちは負けた国の人間だからね、出てけってね、攻めてくるの。それで人も殺すしね。そして私たちは助けられたわけ。もし私たち八郎が来なければ幾人かみんな殺されちゃうね。15から25くらいの人でね、私たちと一緒に戦ってくれる人がいるかどうかっていうことをまず話されて、で女の人は看護婦をしてもらう、男の人は担架運び。ちょうど私が該当するわけで、妹は10歳、姉さんは25でしょ。じゃあ私行くわ、その代わり妹を姉さん日本まで連れてってくださいって八郎が入ったの。痛いか、それかいいか、つのなりつの、そしてね、ここに包帯巻いてあるでしょ。ギブスしてるの、骨が折れちゃったからね。ほんとギブスの中にね、宇治川開いてるの、なりつのね。それからトイレ行きたいかっていう時にはね、呼ばれるんですよ。さあ尿はなんてね、たわせて尿の瓶、男の人ですからほら、あれ死瓶って言うんだけどね、日本では尿瓶持って飛んでくとかね。尿道をやられてるような人たちはおしっこが出ないから導尿ってやるの。そんなことまでしたの。私は内科の担当だから、手術室で 足を切るじゃないですか、切断。それはガス壊瘍とかね、そういう伝染病がこういう入っちゃうと腐っちゃうから、全身が。だから切断しちゃうわけ。このくらいできる人もあるわ、このくらいできる人もあるわ、切るわけ。そうするとね、足ってこう人間の体ってね、体から離すとすごい重いの。一人じゃ持てないから二人で持って、それでその焼却炉がね、そこにあるところまで持ってくんですよ。こっからそうね、300m、400m ぐらい持っていくのが偉いかったけどね。そして焼却炉を入れてどん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 燃やすわけ。そういうのがもう暇なく出てくるんですよ。まず第一に、親から犬も3日ご飯もらえば恩を忘れないってことを、話をね、頭に入ってたから、私たちは命助けてもらった八郎軍でしょ。だからどんなことがあってもこの軍隊でね、やってるからには他のこと考えないで与えられた仕事をしましょうと思ってるからね。